ハローハロー。今回もクリエイトを進めていくぞなもし。ゾナモシ。まず、こんな感じで、水車の動力でミキサーを動かしたよね。回転数を増やす機構を組まないと、動かせなかったな。そう、機械の稼働速度は、接続された動力の回転速度に依存して、最低回転数に満たない場合は、一切動かないという仕様でした。じゃあさ、回転数を増やす機構をどんどん連結して、ものすごい速さにすれば、すごい速度で動くんじゃないか？ところがそういうわけにもいかないのだ。発動機には、対応できる応力限界というものがありましてね。応力？なんか難しそうな単語が出てきたな。ということで今回は、回転数と応力という、二つの重要なパラメーターについて解説していきましょう。その前に、パラメーターが見やすくなるような、とある道具を作ります。まずは金インゴットをプレスして、金のプレートを作成。そしてこちら、エンジニアのゴーグルを作成しました。これは頭に装備する装備品です。これを装備して発動機や機械などを見ると、情報を得ることができます。ほんとだ、なんか出てきた。発動機なら応力限界の数値、機械なら使用する応力を見ることができます。応力は、SU という単位になります。水車は、256SU が限界ですね。メカニカルプレスは、128SU を消費している。なんとなくわかったぜ。機械の使う応力が、発動機の応力限界を超えないようにしなきゃいけないんだろ？そうそう、そういうことなのです。今この水車には、128SU を使うメカニカルプレスと、128SU を使うミキサーを接続しております。合計で 256SU なので、限界ぴったりですね。なので、これ以上機械を接続すると、水車は限界を超えて止まってしまいます。応力限界を増やすには、水車を増設するといいです。とにかく、応力限界を超えないようにってことやな。それで、機械の消費する応力って、回転数に比例するんですよ。なるほど、回転数を増やすと稼働速度が上がるけど、消費応力も増えるのか。ってことで、回転数を上げるのも、応力と相談だね。で、今から作るのは、応力限界がとても高い発動機です。風車ベアリングというものを作りました。水車の次は、風車か。設置してみるとこんな感じ。風車の面影もなく、もちろんこれでは機能しません。今から風車の、羽の部分を作っていきます。このフレームを作りの、白色の方を作りました。これを繋げていって、羽を作ります。こんな感じで、風車ベアリングを元に方を繋げていきます。ちなみに帆が1枚だと、動かないようです。最低でも、帆が8枚必要って出てるな。ということで、帆を8枚にします。そして右クリックすると、おお、回転し始めたんだぜ。これで発動機として機能します。すげえアンバランスだけどな。回転速度は非常に遅いのですが、代わりに応力限界が高くて、512SU が応力限界です。水車が 256SU だったな。しかも、この数値は帆の数を増やすほど大きくなって、16枚なら、応力限界は 1024SU になります。あと、回転数も2倍の、2RPM になります。RPM が回転数の単位か。8枚増えるごとに、回転数が 1RPM、応力限界が 512SU ずつ増えていきます。なので、こんな感じで砲64枚とか使った大きな風車を作っちゃうと、回転数 8RPM、応力限界 4096SU の素晴らしい動力が得られるのだ。確かに、回転もかなり速くなった気がする。4096SU も応力限界があれば、たくさんの装置を動かすことが可能である。あと、この風車、もっと装飾ができて、マジの風車みたいなのを作ったりできるんですけど、それはもっと資材とか集まってからにしますわ。このように、クリエイトというモッドは、回転させたり動かしたりする、カラクリ機構というのが面白いモッドです。今から、そのカラクリの一部を作ってみましょう。はい、ローププーリーを作成いたしました。プーリー。これはまあなんというか、見てもらった方が早いかな。動力に接続すると、ウィーンとロープが伸びます。で、今度は逆向きの回転力を加える必要があるんですけど、その手段がないので、新しく作ります。ギアシフトを作成しました。レッドストーン信号を送ると、回転方向が逆になるギアです。これに、ローププーリーを接続します。ロープはブロックにつながるまで伸びます。そしてギアシフトにレバーで信号を送ると、このように、ロープがつながっているブロックを、引き上げることができるのだ。おお、すげえ。
こんな感じでね、ブロックの上げ下げができるのですよ。これを応用すれば、動くドアとか門とかを作れるってわけだね。なんかあれだな、昔のモッドの、動くラフトを思い出すんだぜ。そう、そんな感覚でブロックを動かせるのよ。なお、通常引き上げられるブロックは1ブロックだけですが、こちらの強粘着剤を使えば、複数のブロックを一気に動かすことができます。接着させたい面に粘着剤を塗って、ブロックを置くだけ、これで粘着できます。ね、見ての通りです。想像力がかき立てられるんだぜ。ま、その想像力を具現化できる能力は持ち合わせてないんだけどなぁ。そしたらもう一つ、カラクリを作ってみましょう。メカニカルハーベスターを作りました。自動収穫機ですね。名前でわかるね。作物の自動収穫ができるって感じ？そう、そういう感じ。ターンテーブルを作りの、メカニカルベアリングを作りました。これにつなげて動かします。プーリーは上下方向に動くカラクリでしたが、これは回転するカラクリです。動力につなげて、ブロックを乗せると、ブロックがぐるぐると回ります。くる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 。畑の中心に、これを作ってみました。適当にブロックを接着して、メカニカルハーベスターをつなげます。悩みながら作るぜ。とりあえずこれでいいや。で、これを回転させると。このように、ハーベスターが通過した場所が、どんどん刈り取られていきます。おーおー、すごい。しかも、回収した場所にはちゃんと種植えもしてくれるのだ。また、からくりにチェストをつなげれば、収穫物をチェストに収納してくれるらしい。これは大規模な自動農場を作ってみたくなるんだぜ。ワクワクするよね。ってことで、今回はクリエイトを存分に遊んでみました。次回もこの続きをやっていきます。それじゃ、今回はここまでだぜ。よかったら、いいねとか高評価とか、していってください。